どうもこんにちは、保護人間ミスターノーバディです。ということでですね、今日はこちらのキャバリアですね、キャバリアとチワワだったかなのミックス犬のオーラくんですね。もう結構なお年です。10歳だか12歳だかね、結構なお年です。可愛いよね。すごいいい子だよ。全然もう当然噛まないしね。まあちょっとなんかカフェとかではね、割と吠えたりとかしちゃうとか、他の犬にね、こう飛びかかったりしちゃうっていう癖があってね、まあいろいろもある、なんか悪そうに見えるんですけど、すごいいい子。こんな感じでさ、もうシニアだし落ち着いてるしさ、おとなしいよ。もう超可愛くない？僕のね、推しの保護犬ですね。可愛いんだよ、オーラは。ほんと食いしん坊でね、なかなか食いしん坊ですよ。ちょっとね、保護された当初はね、爪がひどくてね、もう全然手入れされてなくて、爪が伸びまくってさ、なんかボキボキ折れてたんだけど、今はトリミングされてね、こんな感じでおとなしい感じですね。なんかいつもだったら元気なところとか見せたりするんだけど、ちょっとオーラはね、オーラの魅力はこのおとなしさかな。もうベッタベタよ。ベッタベタです。人にベッタベタ人大好き。ご飯も大好き。でこんなことしたって絶対噛まないしね。くんなくてしたって絶対噛まないし。なんかちょっとアザラシっぽい顔してるよね。可愛いんだよオーラ。ねえオーラ、ほらほら、こんなことしたって全然噛まない。絶対噛んだ、噛もうとする素振りすら見せないもんね、あなたね。ただね、この子は、まだ保護犬になって2週間ぐらいかな、2週間前に保護犬になって、まあ最近はね、もうなんか保護犬になったらしばらく1週間ぐらいはカフェで、施設で様子を見てからね、預かりのところに出したりしてたんですけど、最近はね、もううちに直でね、来るようになってきましたよ。もう保護された当日だか次の日からうちにいますね。ほら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 、おいで、ほらほらほら。でも先週はひどかった、下痢が。下痢がすごいのよ。保護されて当初と、保護されてね、すぐの頃っていうのはね、どうしたってね、体調崩したりストレスとかでね、環境の変化ですごいね、すごい下痢してたね。今はね、少し落ち着いてきたかな。まあ散歩は好きなんだけどね、なかなかめちゃくちゃですよ。もう好き放題歩こうとするし、人が通りすがりの人には飛びかかる、犬見たら飛びかかる、吠えかかる。めちゃくちゃよ。もうその辺直したいんだけどさ、まだ下痢がねひどいから、まあ今日はここ、昨日ぐらいからね、もう下痢治ってるんで、そろそろそういうことやってもいいのかなと思いつつね、まあちょっとやったりもしてたんだけど、まあやっぱシニアだしさ、体調見つつあまり厳しくするとね、てかそんな厳しくするようなさ、悪い癖でもないし、別になんか飛びかかったりはするけど噛んだりはしないしね、むしろ飛びかかってペロ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 っていくタイプの子です。だから別にそんなね、今すぐ直さなきゃいけないかっていうと、そこまで重要度は低くないので、まあ直せそうだったら直そうかなぐらいのもんですよ。まあ、とにかくこんな感じで、すごいね、お利口さんよ。もうほんとお利口さん。キャバリアってか、キャバリアの保護犬ってね、なかなか珍しいからね。どうですか、この可愛さ。もう僕はね、推しですね。なんかなかなか決まんないんだったら、うちで引き取っちゃおうかなって思うぐらい可愛い。こんな感じだよ。まあ、カフェではね、結構騒がしいかもしれないけど、家ではずっとこんな感じ。で、トイレをね、覚えてないんですよ。ね。トイレを今ちょっとずつ教えてるところだけど、まあ、ちょっとね、可愛いんだけどね、とっても、
おバカちゃんですあなた本当おバカちゃんだよね。最初なんてさ、何で怒ったか忘れたけど、なんかで怒ったんですよ。怒られてることに気づいてなかったもんね。天真爛漫、天真爛漫っていう言葉が本当によく似合う子ですね。まあキャバリア自体大体そうだけどね。去年も1年ぐらい前かな、レチェっていうキャバリアがいたけど、まああれもなか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 でしたもうそのおバカちゃん加減がまた可愛いんだよなね。えおバカちゃん可愛い。こんなだからね、こんなおっとりした性格だからね、もうムーランには追い回されてますよ。かわいそうにね、おじいちゃんなのに。なわけでですね、もうオーラはね、あんまり可愛い以外になんか特に伝えることもないわ。もうほんと飼いやすい。うん、散歩だけはちょっとね、直したい人は直してあげてって感じだけど、まあうちでもね、今では改善中ではあります。で、やっぱちょっとおバカちゃんなんでなんか例えば一回散歩行くでしょ。そしたらもう散歩の時なんかさ、動画撮る余裕ないからね、めちゃくちゃすぎてもう一回散歩行くでしょ。で途中でね、こう、何ですか、何よ、何ですか、あなた、こうやって行くでしょ、こうやって行くでしょ。そしたらね、途中でっていうか最後の方すごく良くなるんですよね。で終わって帰るでしょ、また行くでしょ、ゼロに戻ってますこの子はね、いろいろ教えようって思うと時間かかりそうですよ。なんですかこの手は。やってよ。あ、来た。なんですかこの手は。なんですかこの手は。まあなんだかんだで高齢犬だしね、なかなか決まらない恐れはありますね。ということでですね、オーラくん気になる方はぜひぜひ、概要欄のみなしご救援隊犬猫譲渡センターさんまでご連絡ください。で土日はねカフェにいます。カフェでの様子をね見てくださいよ、どんな感じなのか。まあ家ではねこんな感じですよ。カフェでどんな感じか知らないけどね、家ではすごいおとなしくてね、静かな子です。なのでね、ぜひぜひこの子の飼い主になってあげてください。それではこのチャンネル応援していただける方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それじゃあ失礼します。失礼します。なんだこの可愛い生き物は。じゃあねー。どうもこんにちは、保護人間です。ということで今日はこちらのね、キャバリアとチワワのミックミックス犬のルー君の紹介でございます。どうした、どうした、どうした、お前もどうした、何何、急に何、急に急にどうした、お前らどうした。こんな感じでね、結構元気に吠えたりはしますよね。うるさいね。てなわけでですね、この子は今週末もね、いますカフェに。なのでぜひね、会いに行ってあげてくださいね。かわいいね、あなたね、あなたかわいいですね。はい、お座り、お座り、はい座れ、はいはい、お座り、座れ。今座ろうとしたらここにドンってなっちゃった。座ろうとしたらドンってなっちゃった。お前何嫉妬してんのか、ん、なんでその子ばっかり、なんでその子ばっかり、私もかまってよって言ってんの。かまちょんな、ほんとに。